本当に出発しちゃうんすか？ゆっくり休んだ方がいいっすよ。ユーナの旅は先を急ぐ。休んでるわけにはいかねえんだよ。でも、ほら、シャキッとしろお前ら。ブリッツのシーズンは始まったばっかだろうが、そのしけた面はなんだ。じゃあな、元気でやれよ。元気でな。うっす。うっす。声が小さい。うっす。もういいの？ああいうのは弱いからな、俺。待たせたな、ユナ。モヤモヤに蹴りつけてきた。これからはユナのガード一筋だ。じゃあ、ワッカさん、改めてよろしくお願いします。こちらこそ何卒よろしくお願いいたしますと。で、あの魔物ども何だったか分かったか？全然。魔物がどこから入り込んだのか不明。シーモア老師の活躍でマイカ総老師はご無事。情報はそれくらいね。シーモア老師の召喚獣、すごかったな。分かってんのかよ！全部あんたのせいなんだ！真に飲み込まれたのも、スピアに放り出されたのも、ザラルカンドに帰られるのも全部全てビンだ！何もかもあんたのせいだ！あんた何者なんだ？親父のこと知ってんだよな？ああ。ユーナの親父さんとも知り合いなんだろ？そうだな。どういうことだよ！おかしいだろ！何もおかしいことはない。ジェクト、ブラスカ、そして俺。3人でシンを倒したのが10年前。後に俺だけがザナルカンドへ渡り、お前の成長を見守っていた。いつの日かお前をスピラに連れて行くために。どうして俺なんだよ！ジェクトの頼みでな。親父生きてるのか？あの状態を生きていると言えるなら。あいつはもう人の姿をしていない。だがあれの片隅には確実にジェクトの意識が残っている。あれに接触した時、お前もジェクトを感じたはずだ。まさか。そうだ、シンはジェクトだ。くだれ、なんだよそれ、バカバカしい。真実を見せてやる。怒るのも泣くのもそれからにしろ。俺についてこい。嫌だと言ったら、お前の物語は終わらない。それがどうしたってんだ！そうか、ならば仕方あるまい。好きにしろ。来るか来ないか選ぶのはお前だ。バカにしやがって！好きにしろとか言ってさ、選ぶのは俺だとか言ってさ。だけど俺にはどうしようもないんだっての！あんたに言われた通りするしかないんだ！不満だろうな。それとも不安か。
それでいい。アーロン、ザナルカンドに帰れるのかな。ジェクト次第だな。俺はユーナのガードになる。お前もついてくれ。あいつここに残るのかな。アーロンさんと知り合いなんでしょ。確かに知り合いと会えたわね。でもザナルカンドに帰れるのかな。どっちにしても寂しくなるな。まだ町にいるよね。私挨拶してこようかな。あっ、おお、アーロンさんも。ユーナ。はい。今この時よりお前のガードを務めたい。え、マジですか。不都合か。いいえ。ね、みんないいよね。当たり前っす。文句なんかあるわけないっす。でもなぜですか。ブラスカとの約束だ。父がそんなことを。ありがとうございます。よろしくお願いします。それかこいつを連れて行く。ああ、どうもよろしく。こっちはジェクトとの約束だ。ジェクトさんはお元気なんですか。知らん。10年前に別れたきりだから。そのうち会えるさ。はい、楽しみにしてます。これからの予定を説明してくれ。次はどこの寺院だ。ね、ちょっと来て。見て見て。あ、そんだけ老ければ上出来だな。元気ないね。かもな。叫ぶ？そういうのとはちょっと違うかな。あのさ、自分で言うのも変だけど、召喚士とガードっていうのはスピレの希望の光なんだよね。いろんな人が私たちに注目してる。だから落ち込んでるところとか元気ないところとか見せたくないんだ。うん、わかる気がする。じゃあ笑顔の練習。え？ほら。
なんだか変だぞこの練習。次声出してみよう。あ？はい、やってみて。ダメそうな時は指笛吹いて。そしたら私飛んでいく。うん。じゃ、行こっか。何見てんだよ。お前たち変になったかと心配してたんじゃねえか。大丈夫。それでは召喚師ユーナ、これより叙々寺院目指して出発です。ガードの皆さん、よろしくお願いします。様の像ですわ。800年前、後に討伐隊に発展する組織を作った方ですな。ミヘン様の組織は数年でスピラ中に広がっていったのですが、エボンの老子たちは寺院への反乱組織ではないかと疑いましてな。その申し開きのためにミヘン様が進んだのがこの街道なのですわ。ミヘン様は老子たちに堂々主張し、結果組織は寺院公認となったのです。さらに寺院は組織に討伐隊の名を送り、以来討伐隊はエボンの名のもと、 あとはご存知の通りですな。ハッ、鈍そうなやつ。その分しぶとい。お前は手を出すな。やめんなよ、こんなの一撃だ。はっ、勝って。やっぱアーロンさんはすっげえぜ。しゃ、出ちまうかよ。
あの残骸がなんだかご存知ですな。昔の都市。そう、古の都市の残骸。こいつらを見るたびに私は真の大いなる力を実感するのです。それに比べると人間なんぞ虫けら同然ですわ。けれども真を倒せるのも人間だけだと思います。良いお答えです。安心しましたぞ召喚師様。え、失礼申し遅れました。私はメイチェンというものです。スピラの歴史や、そうですな、真実の姿を知ろうと旅をしております。研究のため各地を旅しとるんですが、いやー痛ましいものですわ。どこでも人々の笑顔は偽りの笑顔。真の名を聞けばさっと消える。民の笑顔を本物に。召喚師様、頼みますぞ。はい。アーロンさんに任せなさい。じゃあな。召喚師様はご一行ですね。はい、ユーナと申します。ジョゼ討伐隊チョコボ騎兵隊所属のルチルです。同じくエルマです。街道の警備を任されております。この辺りにはチョコボを狙う大型の魔物が出没します。チョコボご利用の際はくれぐれもお気をつけください。わかりました。ご忠告感謝します。では我々は任務がありますので、これで旅のご無事をお祈りいたします。大型の魔物か。退治してやろうか。なぜだ。みんな困ってんだろ。みんな困っているか。なんすか。ジェクトもよく同じことを言っていた。あ、おかげで俺とブラスカはいつも面倒に巻き込まれてな。ご一行か。あなたも召喚師ですね。ベルゲミーネだ。お前は？ユーナと申します。ああ、噂は聞いている。
大召喚士の娘だな。とはいえ見たところまだ駆け出しのようだが。ええ、まあ。なら修行に協力してやろうか。え？お前の召喚獣と私の召喚獣で一つ腕比べといこう。一対一の勝負ということさ。何手加減はする。さあどうする。やってみます。よろしい。では始める前に、お前の召喚獣は癒された。遠慮はいらない。来なさい。召喚獣とどれだけ心を通じ合わせたか見せてもらおう。だな。まだ修行が足らんな。だがよく頑張った。お前は筋がいい。たゆまず修行すれば真をやれるかもな。はい。でも私より先にあなたが倒してしまいそうですが。私には無理だ。え？いや、無理だったと言うべきかな。じゃあ、ではな、ユーナ。いずれまた会おう。
アーロンさんに任せなさい。勝っても油断は禁物。召喚師様なの？うん、ユーナっていうの。ひくり。こんにちは、ひくり。ユーナ様、なぎせちゅ作ってくれる？はーい、楽しみに待っててね。やったユーナ様のなぎせつ、楽しみに待たせていただきますね。頑張ります。ガードの皆様もご苦労様です。なぎせつって何？なぎせつはシンがいない期間のこと。召喚師がシンを倒してから次のシンが現れるまでの期間。あれ、シンは生まれ変わるの。そうか、変だと思ってたんだよな。ユーナの親父さんが10年前にシンを倒したんだろ。それなのにまだシンがいるのはどういうわけだってさ。でもさ、シンが生まれ変わるのを知ってて、それでもシンを倒すのは無駄なんて言わないでね。たとえどんなに短くても、真に怯えることなく安心して眠れる日々。何者にも変えられない大切な時間を生み出すこと、それを無駄だなんて言わないで。あの時のユーナの言葉、よく覚えてるよ。大丈夫ですか？勘が鈍ったな。Thank you.
さけ、イラスマ。降りなさい。試合見たぞ。俺感動しちゃったよ。惜しかったな、ワッカ。
何サボってるんですか。それは召喚師様のご一行が。余裕があるのは結構だが、作戦準備は一刻を争う。わかるな。はっ、申し訳ありません。よろしく頼む。ああ、素直に頭を下げといた方がうまくいくんだよ。なるほど。ユナちゃん、俺たちは寺院から破門されたけど、いつでもあんたのことは応援してる。それは変わらないからな。ありがとう、ルッツさん、ガッタ君。でも、もしできることならこのままビサイドへ帰って。急ぎましょう、先輩。倒せば文句ないだろう。しかしエボンの教えでは。しつこいな。あ、しつこいですか。どうかされましたか。召喚師様ですか。はい、ユーナと言います。お会いできて光栄です。私はシェリンダと申します。巡回僧を務めております。揉めてたのは例の討伐隊の作戦のことか。ルッツとガッタが言ってた大作戦のことか。機械を使うと聞いて何とか止めたいと思いました。なんで。彼らは寺院が禁止している機械を使おうとしているらしいのよ。まずいっすよね。使えるものは何でも使えばいい。シンを倒せるとは思わない。倒せる倒せないの問題ではないのです。教えに反することが問題なのです。そうだな。でも討伐隊の皆さんは全く話を聞いてくれません。私がそうとして未熟だからですね。頑張りましょうね。私も駆け出しの召喚師でまだまだ未熟者です。でも自分のことを未熟だと言ってしまったらなんだか言い訳みたいだと思いませんか。そうですね、私もっとしっかりしないと。ありがとうございます、ユーナ様。私なんだかうまくやれそうな気がしてきました。しまっていこうぜ。ここで休んでいく。でもこれアルベド人の店っすよ。問題でもあるのか。アルベドは教えに従わないし、それにほらルカではあいつらユーナをさらったんですよ。ガードがだらしないからだな。アローさんはワッカさんの体調を気にして。俺は大丈夫だ。俺が疲れたんだ。眠れるかっつーの。
こんなにゆっくりできるのは最後かもしれないからね。アルベド人経営の店と聞いていますが、どうやら教えに反するものは置いていないようで安心しました。このリンさんの店はスピラのあちこちにありましてな、旅の間は大変重宝しますな。